はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ融合フェスティバルがね、そろそろ始まると思うんですけれども、融合フェスティバル用の理論上最強デッキを組んできましたのでご紹介していきたいと思います。デスティニーデスペア超融合デッキです。融合フェスティバルを、まあ、真面目に多分周回するとおそらく融合モンスターがね、いっぱい飛んでくると思うんですよ。まあ、そこで一番強いカードは何かと、超融合マジ強くて、リミットレギュレーションで今融合フェスティバルを選べるじゃないですか、ルームで。でそれでちょっといろいろ調整してたんですけども、高校、まあ先行で伏せても強いんだけどさ、高校でいきなり相手の盤面を処理する超融合強すぎ問題が発生しますね。はい、まあ一応ね、融合しないテーマ、例えばさ、神竜とか、まあね、そういうモンスターはいると思うんだけど、エルドリッチも今回いるから、多分ね、融合がいるから、エルドリッチとかもいるとは思うんだけど、まあ基本的に融合モンスター同士で殴り合うっていう環境になってほしいなと思ってるんですよね。で、そうなった場合に、その、超融合マジ強くて、やっぱ、問答無用で相手のモンスター除去れるから、クソ強いんだよ。だから、正直引いたもんゲーみたいなのがある。フュージョン、デスティニーと、超融合は、引いたもん勝ちみたいなとこありますね。はい。で、まあ、ギミックはですね、まあ、ちょっと順番前後どっちにするか分かんないけど、デスティニーデスペアデッキを融合フェスティバル用にカスタムしただけですね。だからエクストラデッキがちょっと変わってるだけなんですけども、ギミック的にはその、デスペアのギミック、普通のそのデスペアギミックに超融合をちょっと多めに刺して、で超融合用のモンスターをいっぱい入れたっていう感じですね。相手がさ、絶対デストロイフェニックスが出してくると思うんですよ、基本的に。だからそのデストロイフェニックスガイを巻き込んでデストロイフェニックスガイ出すっていうそういうこともできますんでね。はい、このカードは最強です。で、デストロイフェニックスガイはまあ2枚とか入れてももしかしたらいいかもしれない、超融合用に1枚と自分で出す用に1枚みたいな感じでね。で、相手のまあ刺さるよ、相手のデッキに刺さるカードを入れておけばいいの で、例えばまあヒーロー3体で作れるトリニティとか、あと、同じ属性で指導が異なるモンスターが ×2 で作れるドラゴンとか、それから、まあ、召喚獣が飛んできた時のために、召喚獣モンスタープラスエクストラデッキが特殊化されるモンスターであるエルシオンとか、それから、まあ、融合モンスタープラス闇属性で作れるドラゴスタペリアとか、闇属性サンタで作れるトリフィオベルトムとか、まあ、こういうね、なんか、その刺さりそうな、相手の敵に刺さりそうなモンスターを、まあ、適当に入れとけばいいと思います。超融合用に。で、あとのギミックは、デスピアン、のギミックに寄せればいいと思う。で、やっぱりね、まあ、デスピアの、その融合モンスターで一番強いのは何かと、マスカレードなんですよね、多分融合フェスティバルではあんまりねクエリティスが刺さらないと思うんですよ、ほぼ、まあ、ほぼほぼ相手レベル8以上の融合モンスター出してくると思うので、こいつあんまり刺さらないと思うんですよね。だからマスカレードを出して相手に600ライフをひたすら払わせる、まあ、そういうムーブをしていけるのが多分一番強いと思う、個人的には。はい、融合フェスティバル用のルームでね、ちょっと対戦した様子をこの後ご覧いただきますんで、よかったら最後までご覧ください。それではデュエルスタンバイ。超融合、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 はい、超融合来たー、はい勝ちはい勝ちー、はい僕の勝ち。まあ、さ、好きなだけ展開しなさい。なんなら融合モンスターめちゃくちゃ並べてくれていいよ。お、勇気士ガイアデッキですか、なかなかいいじゃないですか。あれも確かに融合デッキですね。だからもう先行取ったところでそんなに強くないですけど、なのでね、カタパルトタートル、あー、オッケー。これもね、うらら1枚で止まるんですけど、まあ許して差し上げましょう。とりあえず増殖する G 打って、はい、でまあ融合召喚するまでは許容します。はい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 、いいでしょう。ガイア君ね、 OK、 全然構わないよ、構わない構わない。はい、エンドフェイスね、 OK。 じゃあどこで超融合打ってやろうかな。あいつ融合モンスターだから属性関係ないんだよね。楽園開幕の効果を発動、楽園開幕の効果を発動し、さあどうしますか。あ、増殖する G ですね、 OK。 増殖する G はまあちょっと一回、まあ、墓穴の指名者ぶち込ましてもらおうて、墓穴の指名者の効果発動、墓穴の指名者で増殖する G の効果を無効にしていく。そしてですね、まあコストはそうですね、まあ、ディアボリックガイですかね。コストはさすがにディアボリックガイでいい気がするわ。で増殖数字が無効になって楽園開幕の効果で手札を1枚捨てると、これねディアボリック来ちゃってもね手札コストで捨てるのが結構強いっていう話ありますね。で悲劇特殊化して、でこれ悲劇はさすがに破壊できないでしょ、悲劇は破壊できない、なので超融合あなたと私で超融合、墓穴の指名者はもちろん
あなたと私で超融合関係ない、融合モンスターであれば誰でもいい、俺は誰とでもネオス。さあいけ、プレタープレッツドラゴンスタフェリア、そして悲劇のデスピアンの効果発動、悲劇のデスピアンの効果によって謎のモンスターアルベルちゃんを手札に加えていく。そしてまだ召喚器を使っていないアルベルを召喚、アルベルの効果発動、アルベルの効果によって楽園劇場デスピアンを手札に加えていく。そしてまだ動くぜ、楽園劇場デスピアンを発動、そして楽園劇場の効果発動。こっちはマスカレイドナイトでいいか。デスピアのドラマツルツルギアとアルベルで融合召喚、現れよマスカレイド、ボン。そしてデスピアのドラマツルツルギアの効果によってこのモンスターを特殊召喚。そして挨拶します、おはようございます、おはようございます。融合フェスティバルの挨拶はフュージョンデスティニーから始まると言われていますね。はい、おはようございます。これ犯罪だろ、これやっていいことと悪いことあるでしょ、これ今からでも遅くないから超融合を禁止した方がいいぞ、融合フェスティバルであまりにも強い。いや絶対超融合は引いたもん勝ちになるってこのゲーム。先行制圧ボスはそんなにないからさ、多分融合フェスティバルっておそらくですけど高校ゲーになると思うんですよね、個人的には。これ通る、通らないときついな、あ通るわ、 OK。 まあ融合が2発打てないからこれマスカレードをするしかないのかな、デスピア持ってきてマスカレードか。これあれですよね、だからその相手のさ、その先行制圧が多分そんなに強くないと思うんだよ、融合デッキって。そこまではまあシャドールとかいたら、まあ制圧っちゃ制圧だけど、シャドールってなんかそんなに融合テーマだけで回るかと言われるとなんか微妙な気がするんだけど、どうなんだろうね。まあでも召喚シャドールとか普通にいるのかな。まあ一回フィールド上のデスピアの同期アルベルとディアボリックガイで融合召喚してくるか。ちなみにあのディアボリックガイめっちゃ引くんですよ僕、ディアボリックガイめっちゃ引くんですけど、デスピアと組み合わせれば大丈夫っていう。これ攻撃表示か守備表示かめちゃくちゃ迷うな本当だったら守備表示なんだろうけど、ちょマスカレード2000しかないからな。まあ、ちょっとディアボは出さないでおくか。ちょっと一回これタイムですね。で、マスカレードで相手の動きを抑制していくスタイル。こいつはいるだけでね、相手の効果の発動に600ライフを強いますからね。さあ、どうする？で、そういうパッチワーク OK。600ライフ払え。600ライフ払え。これ2枚やるから打っちゃいましょう。さあ、600ライフを支払ってカードを発動するんだな。お前のライフがどこまで削られるか楽しみだぜ。現代遊戯王はカードかなり発動しますからね、展開してるのに。このマスカレードもね、ちなみにね、2体立てられるともう相手ほとんど動き止まると言っても過言ではないぐらい強いです。はい、あのね、あの赤の楽園があると結構ね、あのマスカレード2体出るんですけどね、まあ、ちょっと今赤の楽園持ってこれるってことじゃなかったのでちょっと若干でしたけども。さあどうする？デッドリーガイ、なるほど、デッドリーガイ、なるほど。さあマスカレードの効果でエッチンプチェーンの効果に600ライフを敷いていくうぜえよな、これやっぱ先行でマスカレード2体立てんの目標にして動いた方がいいわ、それが一番強い先行制圧な気がする俺は。さあどうする？デッドリーガイが効果を使ってデスピアンを捨てて、ディアボリックガイを墓地に送っていくと。デスピアンの効果は発動はできませんね。でディアボリックガイの効果は発動できるかもしれないと。OK。で、マスカレード効果で、デッドリーガイの効果を600ライフを敷いていくと。いいぞ！じわ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 削って、お前のライフはあと残り5000だ。ただね、こんなこと言ってると意外とワンキルされるパターンありますからね。いやー、ちょっと大丈夫かな。まあでもこれ、フュージョンデスティニーを、打ってるわけじゃないので、闇ヒーロー以外も出てくるので、ワンチャン負ける可能性ある。このターンで。で、劇場はいい。劇場も600ライフ払って、はい、ありがとう。あと残りライフ3800めちゃめちゃ削れてんじゃん。これやっぱあれだな、マスカレード2体出したら一番強いな多分これ。この環境どうだ、もう展開できんだろ。結構マスカレード2体いたら1200ですよ、カード発動するために毎回毎回。デストリフェニックスだ。まあ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 、これはね
まあ、しょうがないですね。これは普通に戦闘で破壊されますんでね、マスカレード君はね。まあ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 、まあ、そこまで展開して3200までライフ削ってくれたら、まあよしとしよう。で、デスペアの同期アルベルの効果発動。アルベルは、融合モンスターが戦闘で破壊されると相手筆上のモンスターの効果を無効にして特殊召喚できるという効果で、これでデストロフェニックスがこのターンだけは無効になりますね。でそいつがぶん殴られるが、マスカレードは墓地から蘇ってくる効果があるので、これが使っておこう。でこの壁を生成しておく。融合フェスティバルはね、ほんと融合モンスターで融合モンスターを突破しなきゃいけないので、ここからね、エクシーズとかもね、つなげられないから、割となんだろうな、あの限られるというか、突破手段がね。普通だったらさ、レベル8これで蘇らせて、で何ディンゲルスとさ、アーゼウスとかで突破できるんじゃないってい盤面、まあそれがちょっと融合フェスティバル難しいので、まあ、ほんと融合モンスターで突破していくしかないんだけど、まあこれでデストリフェニックスからの効果は、復活していると。赤の楽園は強いね。赤の楽園はめちゃくちゃ強い。赤の楽園はめちゃくちゃに強い。どうしようかな。一旦ディアボを蘇生するか、まあ、とりあえずここでは何もしてこないとは思う。ディアボリックを蘇生したいんだけど、何かあるかという効果。あ、増殖する字 OK。 増殖する字 OK。 まあでもあと3200だから、ここは突破してぶん殴りましょうか。さすがにこの3200はこのターンで削り切っていくしかないね。で、ディアボリック回蘇生して、で、劇場効果無効にしてくる可能性あるんだよな。まあ、一応劇場から発動しますか。デストロイフェニックス回打ってくれるんだったら、まあそれはそれでいい。劇場デスペアの効果取ります？通していただけるんだったら、これあれでしょ、デストロイフェニックス回でしょ、自分も一旦どこで破壊されるかめんどくさいから、デストロイフェニックス回でデストロイフェニックス回割ろうデストロイフェニックスがね、デストロイフェニックスまで最強ムーブを使っていくか。ディナイアルガイの効果を発動するぜ。さあディナイアルガイの効果で、このモンスターはディスティニーヒーローモンスターがフィールド上に存在する場合特殊召喚でき、そして特殊召喚すると、除外されているヒーローかデッキの中のヒーローをデッキトップに置くことができるとかいう最強の効果を持っている。さあどうする。さあデストロイフェニックスガイはいつ打ってくるのかな相手は。ちなみに俺はそろそろ打つと思う。さあディアボリックガイをトップに置かせてもらうぜ。そしてアナザーディアボリックガイの効果をもう一度発動させてもらおうか。こいつディアボリックガイの効果何回使うねんっていうねさあこれでデストロイフェニックスガイの効果を発動。デストロイフェニックスガイの効果より、あーオーケーオーケーオーケー、お前も使ってか、いいだろう。さあ使ってこいよ。さあフィールドのカードを破壊していくと、デストロイフェニックスガイの効果によってデストロイフェニックスガイとおデストロフェニックスから効果が、起動されると。で、フィールドのカードを選んで破壊していくのはディアボリックガイと、まあ、ここ劇場ですね。でデストロフェニックスからの効果とアルベルの効果を発動していくと、いいんじゃねえか。これでアルベルも蘇生していくと、でお前の効果を一応無効にして特殊召喚ができる。さあデストロフェニックスからの効果発動。デストロイフェニックスがどんだけデストロイしてんだよ。お互いデストロイしすぎだろ。これが新環境か。これが新環境これが新環境ですね。あれ赤だったね。あ、そっか、デスピア回収しちゃったか。デスピア回収しちゃったのか。ちょ、まあいいや、もうじゃあ召喚して殴るわ。攻撃表示、余計なことせんけどこれでいいだろ。3200しかない相手は。マスカレイドさんのおかげでな、相手のライフはもう3200しかねえ。いけマスカレイド。そしてこの中謎のモンスター3体で攻撃、行けー、うおーよし、いけー、ダイレクトアタック、最強ミラー、めちゃくちゃおもろいわ。対戦ありがとうございました。いやー、まあ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 悪くないけど、悪くないけど、あ、強いな、強いわ、強かったわ。まあ、そんなにね制圧されないから、多分ね、多分だけど、なんかすげえモンスター入ってる相手。手札断殺いいんですか。え、僕エッチインプチェーン捨てていいんですか。神ゲーなんですけど、エッチインプチェーン捨ての神ゲーでしょ。これどうしよう、アルベルかな。まあアルベルしかねえか、かぶってるから。でエッチインプチェーン、あー、オッケー、ハーベルハルモキも来た。でエッチインプチェーン、相手すげえカード入ってるな。王家の神殿が入ってるぞ。なんだこのデッキ。とりあえず変態デッキだっていうことだけは言えるな。王家の神殿、何
それは一旦にちょっとトラップカードをセットした段に発動することができるカード、フュージョンゲート。何？フュージョンゲートだと。そのカードなんだ、そのカードなんだ、トラップトリック。なるほど。で好きなカードを使うことができる。はいはい、チェーンマテリアル。あ、これやばいこと起きるぞ。チェーンマテリアルフュージョンゲートってデッキの中のモンスターひたすらに融合スタイルにできるコンボだよね。え、これやばいこと起きる可能性あるね。これ何来るの？ラピスラズリーはやばいんじゃねえか。お前それ先行案件の申し子じゃん。まずい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 、非常に非常にまずい。ハロハロ VS ハロハロ、うわ出た、スターブベノム、スターブベノム来た、やばいぞ。あい、これはカードの効果をコピーするモンスターだな。あれ、これまずいんじゃねえか。これ覇王剣竜スターブベノムでラプスラズリーのこれ効果コピーされたから終わるんじゃねえかこれ。おいちょっと待てよ、おいお前ちょっと落ち着けよ、落ち着こう、話し合い分かる、やめようぜ。いやクソゲーは良くない、ちょやめて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 、やばい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 ってやばいって、全部ジェムナイトのラプスラズリーになってんじゃん。ジャッジジャッジ、こいつ4枚同じカード使ってます。ジャッジいてぇいてぇよ、やめろ、やめるんだ、そんな音をしてはいけない。ふざけんなよ、助けてくださいお母さん、お母さん、お母さん、うっそー。